やだ、緊張してきた。連れの後輩、ナンパのために雇ったレンタル友達だって言い出したんですよ。レンタル友達、面白いネタ思いつきました。男女の友情はレンタルできるのか。マサさん、あ、覚えててくれたんですね。1ヶ月15時間で使えて5万円の月決めプラン。月決めで契約する。あ、僕スイッチ持ってるんで。男女関係にならないためのスイッチ。フェッショナル、つまんない。コントロールできないからこそ恋。どっちかが恋愛感情を抱いたら友達って言わないと思う。そういう面倒なことがないのもレンタル友達のいいところだから。今回特別だから。ね、そこにあるピアノってさ。あ、すいません。私の友達と月決めフレンドと一晩一緒に過ごしても何も起きないのか。じゃあ実験しよう。どこがボーダーラインなのかを探す実験。じゃあ私と一緒にいた柳瀬は本当の柳瀬じゃなかったってことですよね。一緒に音楽やってるからってなんか私のことバカにしてない？なんで？レンタル友達だから。違う、友達だから。返却時間が終わったら本当の柳瀬に戻ってね。